ミラミューンプレゼンツ僕らのミュージックパーク。ゆうとさんすごい酔っ払ってた。ゆうとさんあんまり覚えてないんですよ。面白くて仕方ない。俺スクショいっぱいあるよ。やだ。みんなのスクショあるの？みんなのっていうか、ゆうとだってさ、あのさ、急にさ、フライパン持ってさ、僕らのホライズン踊り出してさ、やばフライパンでホライズン踊ってて、そうだそうだそうだ、これだ、あのしかもあそこでしょ、うん、僕たちのパワーの腕をさ、上から左に下ろすところ、はいはい、ちょうどフライパンで筋肉がこう見えるっていうやってた、バッチリじゃん。あと翔也が喋ってる時ずっと顔アップで虚無の顔なの。めっちゃ酔ってる。めちゃめちゃ酔ってる。2時半ぐらいからその顔してたの。そう、すげえ酔ってる。ライブの後だったから。2人ともビール飲んでたもんね。ビール飲んでたね。そうだね、そうだ、一緒の飲んでたんだよ。あ、そうじゃん。あ、確かに、たまたま一緒だね。プレモルかなんかかな。で、ゆうとは500缶で虚無顔になって、翔也はなんか 3,4 本開けてぶっ壊れてたっていう。いや、ぶっ壊れてたよ。ぶっ壊れたっていうか、堀江がなんかさ、途中からさ、ホスミ行っちゃったよ。あ、いた。何あれ、適合者。意味わかんないのよ。俺も意味わかんない。ライブ会場に充電器を忘れてたから。私が充電器。俺さ、一生俺充電器の人なんだよね。やっとだよ。携帯でね、ずっとあのやり取りしてたから、充電切れたらもうこれ以上やり取りできなくなっちゃうからっていう。もう途中から自分の画面じゃなくて、俺ホズミの画面越しにみんな。しかも人ん家で先に寝たよね。寝たっけ。ソファーで寝てた。もう何もないって。その携帯の充電が家にないって言うから、俺家にさ余分にあるから、もちろん充電器の人なんであるから、じゃあ一本あげるから起きなって言って、ピンポンって来て、うちの画面に映って、うん、で映ってたらソファーでそのまま寝始めるっていう。びっくりしたわけね。そう、もう。でもさ、俺覚えてるのはさ、なんだっけ、翔也がなんかトイレ行くタイミングか何かで、あ、そう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 、戻ってくる時にみんなもういない状態にしようみたいな。そういう感じ。そう、翔也がトイレに行って言うと、もう、あ、ああしか言わないから、翔也が怖帰ってくる時にもう切って切ってよかって言って、だからタクトしかいなくなってたってこと。あ、そう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 。いや、マジでさ、そもそもその堀江寝始めた下りから俺ほんとなんでなんでってずっと言ってたのに、ずっと言ってて、トイレから帰ったらほんとタクトしかいなくて、タクトがもう、あ、全員なもう帰りましたよ。帰りましたよって。だって、だって、ね、もうタクト横からさ、ゲームしててさ、もうゲーム実況 YouTuber みたいな感じでずっとさ、ね、横顔でね。そう、横顔で。そうそうそう。なんか結構ちゃんと寂しそうな顔してましたよ、しゅやさん。可愛いじゃん。してたんだ。で、それで、だから寂しいから、よし、タクトゲームするぞって言って、そこからゲームして。あ、ずっとそうだったんだ。そういうことだったんだが、ごめんな。そうなんだ、まあ、6時ぐらいまで。朝の6時ぐらい。そんなにか。めちゃくちゃ楽しかったね。楽しかった、楽しかった。